トノガタゴロは、1955年制作、公開、D のリージ監督によるイタリアの映画である。イタリア式コメディの一作で、パンと恋と夢、パンと恋と嫉妬のシリーズ完結編である。本作は、1953年に、キタヌスが、制作、配給して、同年12月22日、イタリア国内で公開されたルイジ・コメンチーニ監督の、 パンと恋と夢のヒットと高評価を受け、翌1954年12月6日に同様に公開された同監督による続編パンと恋と嫉妬に次ぎ、さらに翌年の1955年同シリーズの完結編パンと恋ととして制作された。本作に関しては監督がルイジ・コメンチーニから D のリージに主演女優が ジーナロロブリジーダからソフィアローレンに刷新された。同年12月22日、同社が同社が配給して、イタリア国内で公開された。1956年6月22日から7月3日、西ドイツのベルリンでまで開催された第6回ベルリン国際映画祭に、出品され、特設された最優秀ユーモラス特別賞を受賞した。同年のダビドディドナテロ賞では、 ビットリオデシーカが主演団優勝、制作元の北ヌス代表のゴッフレード・ロンバルドが制作賞を受賞した。日本では、パンと恋と夢、パンと恋と嫉妬の続編として連続的に劇場公開されることはなく、1963年12月7日、大映画配給して、現代のパンと恋ととは、かけ離れた殿方殺しと題して劇場公開した。 日本でのビデオグラムは2010年8月現在未発売である。ありがとうございます。